北陸アイドル部、福井定期公演ファイル、北陸アイドル部、福井公演、JPG 北陸アイドル部、福井定期公演北陸アイドル部は、石川県金沢市を拠点に活動する、ローカルアイドルグループ。コンセプトは、地域みんなで育てるアイドルアーティスト。キャッチコピーは、北陸を音楽で元気に。所属芸能事務所は、アンサーエンターテインメント。総合プロデューサーは、 シアトルスタンダードカフェのボーカリスト、中心賢人。グループ結成3周年を記念し、金沢市文化ホールにて開催された単独公演では1033名の動員を記録。ご当地アイドル肩書きランキングが全国で第3位。北陸アイドル部とは、アンサー株式会社、アンサーエンタテインメントと、金沢市で楽器やスタジオ、ライブハウスを経営する。 バンバンによる全国の舞台でも通用する北陸発信のスターを見出し育成する一大プロジェクトの総称。グループは2016年6月12日にデビュー。もともとは総合プロデューサーのシアトルスタンダードカフェボーカル中心賢人が金沢の老舗ライブハウスバンベン V4 で働いていた頃に当時社長であった若さ強氏の影響を受けたことが発端。 若さはビーズをはじめとする内外のミュージシャンと信仰が厚く、金沢出身の中田康田から地元の若手の東京への売り込みに、尽力を惜しまず、金沢のミュージシャンの父と呼ばれた。2012年、そんな恩師にあたる若さから、俺は、これから絶対に来る。女子アイドルグループをやるんやーと告げられる。しかし翌年、若さは高い。中心はずっと恩師の思いを持ったまま。 2015年の北陸新幹線開通ブームによりステージ出演や仕事量が増え充実した毎日を送っていた。そんな中漠然とバンド活動の経験を活かして次の世代に伝えていけることはないか。今の高需要な活動を北陸のクリエイターたちや若さが話していた地元アイドルグループに振り分けできないかと考えて一年発起する。 尊敬するユニクロ社長の柳井正が口にするグローバルイズグローカルを目指し北陸アイドル部発足の構想を進めた2016年万を持たしてアイドルグループ結成に着手した中心はオーディションで17人を合格させる地産地消ならぬ地産地消をしてもらおうと地元出身のアイドル北陸に縁のある現役のクリエイターにこだわったゆくゆくは グループはもちろん制作から演出すべてを北陸人で作る北陸エンタメシーン工場を目指すため120%北陸産の音楽を全国へ発信する音楽ミュージック、o ー l 成長グローをテーマに地域の行事やライブイベント等に積極的に参加し地元に愛されるグループを目指す2019年、2019年下半期 アイドルセレクト12発選出された。2020年、金沢市文化ホールにて、結成3周年記念ワンマンライブを開催。公演1ヶ月前にチケットソールドアウト、急遽立ち見席も用意して、動員戦33名を記録。2020年7月、2020年上半期、アイドルセレクト12 2期連続選出される。同年8月、 ミスワールド2022本大会ファイナリストが発表、松井ゆかりが選出。同年12月、2020年、ご当地アイドル肩書きランキングベスト20で、第5位に選ばれる。2020年下半期アイドルセレクト123期、連続選出される。2021年7月、2021年上半期、アイドルセレクト124期連続選出される。 石川県内出身者で出身市長を公表しているメンバーは出身地の県名を省略シングルアルバムコンピレーションありがとうございます。